さあ、行くぞ。散歩行ってきます。へえ、今日はちょっとリズムを変えて太陽の光が出てから朝散歩に来ることにしました。最高。いただきます。はい、はい、はい、準備ができましたので今から劇場に向かいたいと思います。今日は休演日明け2回公演ぶちかましていきます。さあ、行くぞ。どうですか、今日の調子は。最高潮だね。1回目行ってきます。はい、1回目終わりました。やった、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。いただきます。さあ、行くぞ。終わり。散歩行きます。ただいま。はい、いただきます。はい、今から劇場に向かいます。今日は1回公演ぶちかましていきます。雨にも負けず、風にも負けず、私はそれでも生きています。いってきます。どうですか、鏡を見てください。うおー、はい、お疲れ様でした。行くぞ。
ちゃめちゃ寒くなってる。しかもめちゃめちゃ曇り。やった！いただきます。はい、今から劇場に行ってきます。今日は2回公演。ちょっと今撮ってるんだよ。お疲れ様でした。帰ります。はい、ただいま。いただきます。さあ、行くぞ。はい、終わり。散歩行きます。こんな放つ手は。やった。いただきます。はい、終わり。ダキス。はい、今から劇場に向かいます。今日は一回公演。さあ、行くぞ。今日は一回公演、行ってきます。さあ、行くぞ。シャン、おり、散歩行きます。ただいま。めちゃくちゃ外は寒いですが、コールドシャワーぶちかましていくぜ。いただきます。いただきます。準備ができたので今から劇場に向かいたいと思います。今日は2回公演、もう一気にぶちかましていくぞ。やりたい。さあ、行くぞ。休憩中ですけど、どうですか、山本さん。メイク道具を買いました。何買ったんですか。フィッ。いただきます。ようやく見れた。富士山やばすぎる。2回目行ってきます。お疲れ様でした。帰りです。
やはい、皆さん今週のルーティン動画楽しんでいただけましたでしょうか。今週はですね、劇場裏を徐々にではありますが映していって、皆さん楽しんでいただけたんじゃないかななんて思う動画が撮れたので、自分的にもちょっと満足しています。本日が11月14日で、東京公演が11月の29日までなので、あと15日、そこまで多くはない日数なので、一回一回の公演を大切にして最高のパフォーマンスで舞台に臨んでいきたいなと思います。ここまで積み上げてきたことを思いっきりぶちかましていきたいなと思っていますので、皆さん応援のほどどうぞよろしくお願いします。常を見たぞ、常分かったぞ、どこにいたかなんていう方はね、ぜひコメントいただけたらななんて思ってます。皆さんとやりとり皆さんとやり取りできたら楽しいので、どうぞお気軽にコメントください。ということで、もしこの動画がよろしければグッドボタンを、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。では来週のルーティン動画でお会いしましょう。バイバーイ。